やめろよ。かわいそうに怖がってるじゃないか。偉そうに、お前は引っ込んでろ。ビビってんじゃねえぞ。ゴミは持って帰れ。ありがとう、助かったよ。俺はアル、お前は？俺か。俺はモンスターハンターギル。モンスターハンター？世界樹の種について知っていることを言え。え？世界樹だって？安心しろ、俺は雑多団ではない。この間、イエティさんが何かの種を大事に持っていました。伝説のイエティが持っているということは、それって世界樹の種？そのイエティはどこにいる？西の森です。案内しろ。イエティさん、どこですか？おーい、イエティ！いないのか？はい、どこかへお出かけしてるみたいです。じゃあお前らはもう用なしだな。何をするつもりだ？モンスターハンターだと言ったろ。すべてのモンスターは俺が倒す。覚悟。何？やめろ！俺たちの船を襲ったのもモンスターを倒すためか！貴様こそなぜモンスターと仲良くしている？俺たちはみんな仲間だ！ぬるい奴め！そんなことない。世界樹を復活させればみんな仲直りできる。くだらん。世界樹の種は俺がいただく。そしてその奇跡の力でモンスターを排除し、人間だけの世界を作る。ぬるい奴はいらない。みんな逃げるな。いつ行け。言ったはずだ、すべてのモンスターは俺が倒すと。やめろよ。覚悟しろ、モンスターども。ドラゴンスラッシャー。何？ふっ！リーダーを決める神聖な戦いだ。そうは見えないけどな。ただの喧嘩だっぷ。それよりアルが大変なんだよ。またあの変なガキに襲われたんだって。何？アルが？アル、アル、
とる。ほら見てみろ、あれが世界樹だ。世界樹。あの世界樹へたどり着くまでには様々な困難があるだろう。だがそれを一つ一つ乗り越えていくんだ。うん。でもまだみんなの心がバラバラで、俺どうすればいいんだろう。お前の考えることが良きものであるなら、自然とその方向に向かい、そしてその思いは必ず相手に伝わる。え？あのギルにさえも。ギルにも？全ての民の幸せを願う強い思いを持ち続けるのだ。必ずそのつぼみは花を咲かせる。あ、もうもうあって。うわ、落ち着いてください。イエティさんですよ。イエティ。もうもう暖かい。あれ？どこも痛くないぞ。怪我は治ってる。よかったですね、アル。うん、ありがとう、イエティ。うわ、こちらこそ。よくぞこの子たちを守ってくれたと言っています。それぐらい楽勝さ。楽勝っていうか、めちゃくちゃ負けてたけど。それも修行のうちだぜ。アルってすごい。超ポジティブシッティング。よー、みんな。イエティ、あの伝説の本物。うん、イエティ。助けられたんだ。傷も治してくれて。イエティは伝説ではなかったのか。気持ちいい。おい、ニーナ、癒し系ね。どうせ俺は癒し系だっぷ。そうか、ではあのギルという小僧も世界樹の種を狙って。しかもこの世界からモンスターを排除するだと。ふざけおって。これだから人間は信用できない。待ってくれ、人間がみんなギルみたいなことを考えているわけじゃない。そうです、アルはモンスターを守って戦ってくれました。大体さ、あんたらだってそのギルとかいうやつと大して変わんないじゃん。なんだと？世界樹の種を手に入れて全ての民の頂点に立とうとしてるんでしょ。黙れ小娘。これ以上無礼なことを言うと許さんぞ。どうしようってのさ。やめろよみんな。それがモンスターの正体だ。はっ？